ルイーズ・ウィンザー令嬢、2003年11月8日帯は、イギリスの王族、ウェセックス伯爵エドワードと、伯爵夫人、ソフィーの長女、エリザベス2世の孫にあたる。要望は父親にと言われているが、ヒーババのエリザベス王大,大号に似ているとの声も聞かれる。出生時から、斜視の症状があり、手術を受けて改善したものの現在でも視力は、ばしくないという。 そのことから一時は、両親の意向によって、メディアへの露出を避けており、弟のセバーン死爵ク、ジェームズの洗礼式にも出席しなかった。大位継承順位では、セバーン死爵ク、ジェームズに次2021年10月現在16位である。2011年4月29日、ウィリアム王子の結婚式の様子。一番ひばりが、ルイーズ・ルイーズは、 2003年11月8日にサリー・フリムリー・パーク病院で未熟児として生まれた。彼女の母はサリー・バグショット・パークの自宅から救急車で病院に搬送された。体盤早期剥離のため緊急低王切開が行われ、母子供に深刻な血液損失を起こした。ウェセックス伯爵夫人は以前に子宮外妊娠を経験していた。 突然の事態だったため、エドワード王子は誕生には立ち会えなかった。用心のため、ルイーズはロンドン、トゥーティングのセントジョージ病院の新生事務所に移された。その間、回復するまで伯爵夫人はフリムリーパークホスピタルに泊まった。ルイーズは11月23日に退院し、11月27日名前が発表された。 彼女は2004年4月24日に、ウィンザー城の礼拝堂で洗礼を受けた。恐怖母は、アレクサンドラ・エザリントン、サラ・チャット、アイバー・マウント・バッテン、ルパート・エリオット、ウルス・シュバルツェンバッハである。ルイーズは、出生時イギリス連邦王国王位継承順位の第8位に位置していた。彼女が生まれるまでは、重視であるユージニー・オブ・ヨーク王女が1990年に、 誕生して、以後、第10位までの順序は13年間変動がなかった。出生時には斜死を預らっており、治療のため2006年1月に、全身麻酔下で30分ほどの手術を受けたことが、報道された。しかし2009年に、両親が治療を決断したと、再び報道された。ルイーズは、ユージェニー王女も2001年から2003年まで、 数学女子生徒として通った、ウィンザー城セントジョージ学校に通っている。1917年11月に、ジョージ5世により発表された、直居上によって、プリンス・プリンセスの称号とヒズ、ハーロイヤル・ハイナスの継承は、国王の子、国王の息子の子、プリンス・オブ・ウェールズの長男の長男に与えられるものと、定められている。これに従えば、ルイーズの称号は、 ハーロイヤルハイナスプリンセス、ルイーズ・オブ・ウェセックスとなるはずだった。しかしルイーズの両親が結婚した際、その意向により、エリザベス二世女王が、ウェセックス伯爵夫妻の子供は、プリンスの称号とヒズ、ハーロイヤルハイナスの継承を名乗らないことを宣伝した、ため、貴族の女子に対する継承である、レディーと呼ばれている。ただし、 これらの接遇は、王位継承順位に影響を与えるものではない。また、このエリザベス女王の宣言が、ジョージ5世の直挙を覆す、法的根拠に欠けるとする意見が一部法学者の間にはあるものの、王族内部の事例に関する限り、王室課長の女王の意向は、法的根拠云々以前の問題だとする見方が、大勢となっている。母親のウェッセックス伯爵夫人は、 子供たちのヒズ、ハーロイヤルハイナスとプリンス・プリンセスの称号について私たちは使用しないと決めた。二人はそれらを持っており18歳から使うかどうかを決めることができる。しかし使うことを選ばないであろうと語っている。ハーロイヤルハイナスの継承もプリンセスの称号も使用していないことから性を称しているが彼女はエリザベス二世女王とエディンバラ公爵。 フィリップ王廃の子孫であるため、姓は、ウィンザーではなくマウントバッテンウィンザーを名乗るべきでは、ないかとの指摘もある。2008年6月、カナダのマニトバ州に、ウェセックス伯爵が訪問したことを記念するため、スーミツインにおける、マニトバ州副総督は、州北西部の湖に、ルイーズの名を取って命名した。ありがとうございます。